こんにちは、清水和夫です。2012年秋の陣ダイナミックセーフティテスト、私がいるのは第5横浜ゴムの、テストコースにいます。今回また、よく集めたなと思いますけども、12台の車を徹底的に、ダイナミックセーフティをテストしたいと思いますけども、簡単にそれぞれ、2台で1バトルずつになってますので、それぞれの車のプロフィールを紹介したいと思います。最初にいるのが白いインプレッサ WRX。 インプレッサは今ターボと WRX が商品で名前が分かれましたので、インプレッサと言ってはもういけないんですね。 WRX STI というふうに言わなければいけないんですが、こちらは従来からある4駆ターボですね。ラリーカーで大活躍した前のインプレッサの後継モデルとして持ってきてます。で、隣にいるのがルノーのメガーノなんですが、こちらは FF ターボで RS。 両者共通点はですね、お互いにニュルブルクリンクのタイムアタックをして、片や2リッター4駆世界最速、隣が FF 世界最速。メガーノの方は特に8分何秒かな、10秒ぐらいで走ってたと思うんですけども、前書きでそこまでのパフォーマンスというのはやはりすごいなという気がしますね。非常に今日は天気に恵まれてますので、思う存分私がヘロヘロになるまでこの12台徹底的にテストしてみたいと思います。これもらった。なんかいいね、速くてもうバンバンにこう加速とブレーキも効くし、やっぱマニュアルっていうのもいいし、ちょっとこうセーフティーとは関係ない話なんだけど、やっぱりこういう車ってないと人間がこう鍛えられないかなっていう気はしましたね。発進なんだけど、やっぱりこれだけパワーがあってマニュアルだとやっぱクラッチが行きやすいんですけど、3回かな、急発進しても意外とクラッチもそんなに匂ってこないので、容量は十分ありましたね。で、やっぱり0-100で5秒台ぐらい出てるんですけど、2リッターターボで5秒台というのはやっぱりちょっと早い、かなり早いですね。だからこの車400万円弱で買えるのかな。でもね、相当多分早い車です。普通のポルシェ、フェラーリ乗ってる人が乗ってもすげえ速いっていう風に感じるぐらいのパフォーマンスがあるので、やっぱりかなりの腕がないとこの車には近づいちゃいけないなっていう気がしますね。ローギアズだな。7秒33です。
発進なんですけど、やっぱり残念なのはエンジンの回転が6500回転で頭打ちになっちゃう、まあ、インプレッサは8000まで刻まれてますから、その1000回転ぐらいの回転差の違いというのが、まあ、圧倒的にその加速力、特に上の伸びが違うなという感じがしましたね。それでギア比はこっちの方がローギアドになってますから、やっぱり100キロ超えるにはもう、2速6500で、まあ、大体もう90キロぐらい出ちゃうので3速入れないとダメなんですけど、インプの方は上伸びていくので少しハイギアドにしてますから、2速8000もあればもう105キロぐらいのスピードが出てくるので、こっちギアチェンジ1個してる分やっぱり0、100キロ加速ではちょっとハンデがあったかなって感じがしますね。だけどそのシートの感じとかステアリングの手応えとか、やっぱりインプにないいいものっていうのはいっぱいあって、それが特に一般道 の, 少しスピードの低いところで走るとやっぱりメガールのアレスの良さっていうのはすごく出てきますね。で、改善しなきゃいけないのはもうブレーキで、これは冷えてる時もちょっと温まってる時も思いっきり踏んでんだけど、やっぱりバイト感みたいなものがちょっと足りなくて、なかなか ABS のところまで入りにくいんですね。だから印象とすればちょっと効きが甘いかなっていう感じが、します。メーカー記録ロカさんとキャンさん2人でお願いします。メーカーというのは残溝ですね。残溝の、空気圧調整とか車重計測はこの上でやっていただいてるんで、前のペンも見たけど、高速周回路は唯一この車が、ビハインドしてるなっていうところはやっぱりボディの、まあ、剛性感みたいなところで、エンジンもボールベアリングになってターボのレスポンスが良くなったり、ブレーキも効くし非常にハンドリングいいんですけど、やっぱりバンクから出たところでちょっと路面の悪いところがあるんですけど、そこを高速で入るとやっぱりボディがこうわさわさとするところがあるので、そこはもうちょっと車体剛性みたいなものを上げていかなきゃいけないかなと思いますね。で、インプレッサーとしたらこれは今、普通の NA のインプレッサーの方が最新のモデルなので、まあ、この次のバージョンはかなり期待できるボディの剛性を手に入れることになるかもわかんないですね。なんか噂ではターボも電動ターボが出てくるようなことも噂されてますから、まあ、インプレッサーインプレッサーで STI WRX はやはりターボモデルとして、着実にこれからどんどん進化していくと思います。乗り心地はそんなに悪くなく、ボディのちょっと弱いところが目立ったぐらいでした。なかなか面白いですね。やっぱインプとこう対照的だなっていうのは、もうここ駐車場から出た瞬間にもう本当にそのサスのこう最初の数ミリがスッてやっぱりフランシャなんで動くんですね。だから一般道乗っててやっぱりこういうホットハッチなんだけど、RS モデルだけどやっぱりそのサスがスッスッとこう動くところは一般道の乗り心地を含めて
チーズ作るみたいにものすごくこだわってるなっていうのを感じますね。で、一番この車で褒めてあげたいのは、実はアクセルペダルなんですけど、フロアのところに段があって、これがかかとストッパーになってるので、実は右足がフットレストみたいに、結局右足で踏ん張れるってことは、踏ん張ってアクセルコントロールできるってことは、ドラポジも正しい位置に体をホールドできるので、よくオルガン式がいいっていう話がありますけども、確かアウディ A4 なんかは吊り下げなんですけど、オルガンがいいかどうかっていうのは、やっぱりかかとを中心にコントロールできるというのはオルガンの良さなので、吊り下げでもかかとストッパーがあれば、十分機能できますから、こういうところはやっぱりさすがフランス車というか、細かいところまでよくできてるなっていう気がしてます。VTG の機器が良くなったかな。そうですね、すごいスムーズな、あんまり破綻しないよね。ダブルエンチェンジでも意外とその VDC の機器がかなり速いんですね。で、邪魔になるような速さじゃなくて、パンとこう一瞬その用が出た時に不安定になるかなっていう手前ぐらいのところで、確実にブレーキ制御が介入して車の安定性を確保して、確保したらすぐにそれをやめちゃうので、最後までちょっと引きずらないから、すごくこういうスポーツドライビングにも適したモデル、制御の仕方ですね。で、今走ってるのは SI ドライブの S シャープというモデル、モードで走ってますけども、確かこれは VSC、VDC はオフにもできるんですけど、ワンクリックで、ちょっと、敷地を緩めたりはできますけど、あんまりそこは余計なことは考えなくてもいいと思いますね。十分安全を確保できるところだったら、自己責任でオフで走ってもいいけど、公道ではやっぱ絶対に切らない方がいいと思います。剛性感も高いし、非常にその走ってて、人馬一体感という感じがしましたね。やっぱり目指しているのはポルシェなのかなという気がするんですけど、同じ水平対向ファミリーとして、スバルにもポルシェの後ろをずっと追っかけていってほしいなと思いました。やっぱサスがちょっと動く分ああなっちゃうね。ちょっとこう遅れてこういう風にね、あれを嫌って固めるとインプみたいになっちゃうんだよな。インプレッサーのつもりでハンドル切っていくと、サスがこうちょっと動くストロークする分、狙ったラインから少しずつこうずれるようなところがあるんだけど、そこをうまく電制御の ESP で、合わせればいいんですけど、そこまではさすがのルノーも細かいところまでは、電制御と、メカサス のダイナミックのところを、最適化するような細かいチューニングというのはあんまりやってないですね。とりあえずESP をつけて、一般道で、スピンクラッシュしなければいいよねぐらいの感じのまだ電制御の使い方ですね。そこは少し古典的かなという感じがしますけども、でもやっぱりそのデザインとか雰囲気は持ってるし、インプレッサーにない美点というのもいっぱいあります。
このタイヤはちょっとウェットにあんまり得意じゃないタイヤなんだけど、まあ、水深がそんなに深くないってこともあって、ウェットの旋回ブレーキでは悪くないですね。1回目と2回目では2回目の方がちょっとステアリングを先に操作していわゆるこう ABS のロバストを見るんですけど、まあ最近のスバルはもう全くあの BRZ もレガシーもそうなんですけどもうヨーロッパ車と同じぐらいロバスト性いいので。まあ、1回前のレガシーぐらいでかなりあの遠くまで行っちゃったやっぱり失敗があったので、まあ、スバルもそこはあの過去の失敗から経験して、まあ、ABS メーカーに任せんじゃなくて自分たちでちゃんとこうお料理してるって感じですね。ですから旋回ブレーキしても、低ミュー判定せずに、まあ、その路面に最適なストッピングパワーが出てで、まあ、ライントレス製ダンの機器も、この種のタイヤとしてはあの非常に悪くないと思います。まあ、あのかなりいい評価ですねこの車は。101.35、はい、スピード合わせでフランス車ってあのスピードメーターが奇数になってるんで30、50、70、90、110って、まあ、日本はあの40、60、80、100ってこう偶数が多いんですけど、まあ、余談ですけど奇数なんでなかなか100キロちょっと合わせにくいんですけど、一応105キロぐらいで入ってでストッピングパワーはあのウェットだとやっぱりドライの時と逆転してインプレッサーの方がやっぱりウェットでちょっとこう逃げ気味だったんですけどこれはもう確実に、ウェットでも路面をバイトしてきちっとこう止めて曲げるってことができてますね。だからステアリングの段の正確性も、まあ、このウェットではあのインプレッサーよりやっぱりいいですね。ですから多分これはもうタイヤのあのドライを、まあ、主としたインプレッサーのタイヤなのか、まあ、オールラウンドな性格のタイヤなのかという違いはあると思いますね。とにかくヨーロッパの車は、まあ、当たり前なんですけど、まあ、決してサーキット の, そのチャンピオンカーは作らずにやっぱり一般道、まあ、もちろんドイツのアウトバンもあれば、まあ、フランスの高速道路もスピード高いですから、まあ、雨なんか降ってきた時のことまで考えると、まあ、こういう実用的なタイヤの使い方あるいはサスペンションのセッティングの使い方をしていると思います。あと ABS はもう本当に正確無比で多少ステアリング先に入れてもあのうまく追従します。ですからこれは多分ルノースポルト の, こうあのやっぱ鼻薬がこうチューニングで効いてるんじゃないかなっていう気がしますね。はい、非常にウェットはあのタイヤの影響もあってインプレッサーよりも良かったと思います。